ヒオドシチョウは、蝶木縦波蝶か縦波蝶赤に属する蝶の一つ。羽表はくすんだオレンジ色。和名、ヒオドシチョウの名は、戦国時代の部分、ヒオドシから付けられた。羽の裏は、ルリタテハや、キベリタテハと同様に、かなり地味で、雑木林や落ち葉の山で羽を閉じると目立たない。羽表の模様が似ているが、前視公園が丸く描けないことなど、同種は、 エルタテハと共に、北テハ類と進化場において近縁にあたる種である。ユーラシア大陸の温帯とタイのうち、東ヨーロッパから東アジアにかけて広く分布する。日本では、アシュ、NX ジャポニカが全国に生息する。平地から山地まで至るところで見られる。日本では主にエノキを植樹とする。他地域のアシュは、ヤナギ族やカエの貴族の植物も食べる。 1> 年一回、初夏のみ発生する。縦波長化の他の種と同様、この種も、成虫として過ごす期間が長く、初夏に発生した個体が、同年の冬を越して、次の春まで生き延び、その個体が産卵した卵から孵化した幼虫が、成長して、次世代の成虫が、初夏に発生するというサイクルである。市街地でもエノキがあれば、飛来することがある。樹液。 10分、負荷を好む傾向が強く、花にはほとんど集まらない。日本の以下の都道府県で、以下のレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。